皆さん、こんにちは。2021年合格目標、土地価格調査しスーパート訓クン講座書式第1回の講義を始めます。担当オレックス戦に講師の池永です。よろしくお願いします。はい、えー、今日から始まります、スーパート訓クン講座の書式ですね。えー、こちらの方は、まず、土地ですね。書式のうちの土地ということで、5回お送りします。 そしてその後、建物ということで4回。そして最後に、令和2年本試験編ということで1回ということで、合計で全部で10回の講義です。土地が5回、建物が4回、そして令和2年本試験編が1回、合計で10回ということですね。で各回ごとに約3時間程度の講義を予定しております。 そして、担当させていただきますのが、私、池永でございます。えっ、ー、と、私に初めてお会いすると、私とね、初めてお会いするという方も、中にはいらっしゃるかも、皆さんの中にはいらっしゃるかもしれない、れないので、えー、ご挨拶させていただきます。私はですね、えっ、ー、と、2005年頃からですね、レックの土地区調査士の方で、講師や教材の制作を担当させていただいております。 で、あの、まあ、特に、中上級ですね。中上級の講座の書式の講座を数多く担当してきておりまして、またですね、皆さんが受けた当連ですね。例えば、直前ファイナル当連であるとか、あるいは、上級範囲指定当連ですね。そういった当連で出題されている書式の問題、そこ、その政策も私の方で担当しております。 まあ、彼これ15年ぐらいですかあの、ずっとこうやって、えー、制作してきているもんですから、まあ、書式の問題だけで数百問ですね、えー。数百問って言っても100問とか200問のレベルではなくて、もっともっと多くですね、えー、私制作してきております。まあ、そんなわけでございまして、えー、このスーパートックン講座の書式の方も私、池永の方で担当させていただいておるということでございます。 えー、ちなみに私は平成7年ですね、えー、平成7年の土地科学調査試験で合格して、平成8年に開業して、大、え、体、ーいいえー、ざっくり実務を10年ぐらい経験してから、こちらの講師の方のね、世界に参、えーまえーま、りましたということなんで、まああのー、受験生でもあったし、それから実務も知っているしと、まあ、そういったことで、えー、講師をさせていただいておるということでございます。 さて、えー、前置きはこれぐらいにしましてですね。えー、じゃあ、今日使っていくテキストですね。確認していきましょう。画面切り替えますね。ああ、そうですね。えっ、ー、と、まずはこれですね。えっ、ー、と。 はい、ごめんなさい。えー、ちょっと元ついちゃったね。はい、あの、こちらです、えー。この講義で使っていきますテキスト、こちらになります。えー、土地閣上差し21スーパートックン講座、書式土地第一分冊ですね、えー。今日まずこれを一冊使っちゃいます、えー。そして合わせてですね、答案用紙ですね。はい、えー、A3 番に印刷されている答案用紙で、右肩のところに書式土地第一分冊と印刷されているものですね、えー。これも今日使っていきますので、えー、ご用意しておいてください。 さあ、この教材を使って、今日は講義をしていくわけです。じゃあですね、えっ、ー、と、今日の予定というのもね、確認しておきましょう。はい、こちらになります。はい、えー、スーパートックン講座書式第1回の土地第1分冊を使っていきます。本日の予定です。はい、今日はですね、ユニット1、2、3、4、5、全部で5つのユニットでお送りする予定になっておりまして、今我々はこのユニット1番目におります。 導入ということですね。まあ、第1回ということなんで、こんな感じで後期の方は進めていきますよ、みたいなお話をさせていただくということになっております。よろしいでしょうか。はい、じゃあですね、テキストの内容を改めて説明していきます。はい、じゃあこの第一分冊ですね、パラッとめくっていただいて、目次をご覧になってください。2ページのところにね、目次が出ております。 はい。で、導入というのがございますよね。導入ってのがありまして、今、ここら辺ですね。のお話をします。それから、本講座で使用する関数電卓の紹介及び基本設定、ここら辺も、チャット今日ね、ここのユニットのところでお話をするつもりです。で、それが終わったらですね、早速もう本番でございまして、はい。目次の方にはこんな風に書いてありますね。えー、第1問 A パート、第1問 B パート、第1問 C パート、ね。 1> 第1問っていうのはまあそんなに意味があるわけじゃなくてまあ土地の第1回なんでまあ第1問と書いてあるだけです。えー、大事なのは A パート、B パート、C パートっていうところですね。えー、ここら辺ちょっと着目しておいていただければと思います。この A パート、B パート、C パートについては後で説明をいたします。はい。 で、えっ、ー、と、その後、下の方にですね、米印が書いてあって、え本講座で使用していただく過去問は、元の本試験問題とは異なる場合があります。そのため、回答も一部が異なる場合があります。ご了承ください。それからもう一つ、本テキストにおける計算値は、関数電卓のメモリーを使用した古桁計算によるものです。という注意書きが書いてあります。ここら辺も把握しておいてください。よろしいですか。じゃあ、テキストさらにめくっていきます。 はい、3ページですね、えー。まさに導入と書いてあるところです。導入ですね。はい、土地書式で合格点を勝ち取るということは、ということです。まあ、あの、思うに任せていろいろぐじゃぐじゃぐじゃって書いちゃったんですけど、まあ、ざっくり言うとこういうことです。あの、どんな受験生が合格していくんですかねっていうと、あのー、難易度に関わらずです。難易度などに関わらず、 書けることは漏らさず全部書き描けることは漏らさず全部描いた受験生が合格していく傾向にあります。はい。これちゃんと私しょっちゅうこれ言いますのでね、頭に叩き込んでおいてほしいんですけど、書けることは漏らさず全部書き描けることは漏らさず全部描いた受験生が合格していくんですよ、ということです。これちゃんと知っといてください。で、あるならばですよ、皆さんはこういうふうに合格していった受験生と同じことをやるように目指せばいいんですよ、ということです。 ただ、これをそのまま鵜呑みにしてしまうと、読みようによってはですね、書けることは漏らさず全部書き、描けることは漏らさず全部描く。それは当たり前でしょ。満点の答案書いてこいってことですかというふうに言われちゃうんですが、あの、満点を取れという話じゃないんです。満点を取ってくださいという話じゃなくて、 まず一定程度の知識はしっかり身につけてくださいよ。知識とか技能ですね。一定程度の知識や技能はしっかり身につけてくださいよ。その上で書けることは漏らさず全部書き、描けることは漏らさず全部描く。本試験の試験会場でこれをやってくるのが実は結構難しいんです。それをしっかりやってきてくださいよ。そうすると合格ですよということです。 はい。とにかく、まず、基本的な知識や技能はしっかり身につけた上で、本試験の試験会場で書けることは漏らさず全部書き、描けることは漏らさず全部描いてくる。これが難しいんです。はい。だけど、そうした方が合格していくんだ。だったら、こういうことができるように、技能や知識を磨いていこうじゃないのということになるわけです。はい。ということで、えー、この講座の目標をですね、今、土地書式の話をしております。えー、土地書式の話をしております。 皆さんはあ、こういう目標を立てていきましょう。45分から55分で書けることを漏らさず全部書き描けることを漏らさず全部描く。今これ土地書式の話ですよ。土地書式の話ね。目標、45分から55分で書けることを漏らさず全部書き描けることを漏らさず全部描くことができるようになっていこうじゃないかということです。はい。そんな難しい話じゃございません。えー、ところでですね。 ところで、平成20年代後半から令和元年までですね、土地書式問題がやや簡単であった時期というのがあったんですよね。ご存知の方も多いと思います。で、その頃には以下のような風潮があったようですね。当該期間の書式、土地書式問題が比較的簡単であったという事実や、 今後も簡単な問題を出題してほしいという願望こういったところから、まあ、土地組織は手を抜いていいんじゃないのみたいなねえ、みたいな話をする方も中にはいらっしゃったんですけど、まあ、そんなあ、そんな簡単な話はね、えー、ないわけですよね。はい。4ページ行きましょうか。はい。4ページ見ていただきます。はい。えー、まあ、しかし皆さんよく考えてほしい。 土地書式問題が比較的簡単になったからといって、合格率が飛躍的に上がっただろうか。残念ながらそのような事実はないわけですよね。合格率は依然として10%程度であり、およそ10人に1人しか合格できないわけですよ。10人に1人っていうと、まあ、そんなもんでしょうと思っちゃいますけど、まあ、あの、例えばですよ。 あの、現代的な学校の教室ですね。現代的な学校の教室をイメージすると、大体今、一つの教室に生徒さんで30人ぐらいなんですよ。普通の学校ですよ。小学校、中学校、高校というね。そういう教室の中を見ると、大体一つの教室に30人ぐらい生徒さんがいるんですよねで。その、例えば30人いる教室の中から合格できるのは成績の良い3人のみですよ、ということです。 ご自分の学生自体を思い出していただくと良いですよ。30人いる教室の中で3番以内の成績を取る。ものすごく大変なことのはずなんです。皆さんが目指している土地科学調査試験というのは、こういうことをやらないと合格しないんですよ、ということなんですよ。はい。まあ、というわけでですね、土地科学調査試験に真剣に合格したいのであれば、土地書式は手を抜いて良いということにはならないわけですね。まあ、厳しいようですが、これが受験勉強というものでございます。 結局のところ適切な教材を利用して一生懸命努力して力をつけた受験生が合格していく。まあ、という事実に変わりはないんだということでございます。えー、しかもですよ。しかもですよ。ね、皆さんのライバルってもう人生かけて土地格調査試験を狙ってる方って数が多いわけです。皆さんのライバルは競合揃いなわけですよ、ねえー。そうするとですよ。その競合揃いのライバルの中で、えー、勝ってかなきゃなんないわけです。 ということは、他の受験生よりも1点でも0.5点でも多く得点する。そういうことをね、しっかり目指していかないといけないんだということなんですよね。はい。よろしいですかね。はい。 ま、というわけでございまして、はい、この講座が目指すことっていうのは結局のところ、何をするのっていうと、はい、えー、スーパート訓クン講座書式の土地ね、スーパート訓クン講座書式の土地は調査試験の土地書式で45分から55分で書けることを漏らさず全部書き、描けることを漏らさず全部描けるために必要な知識及び技能を身につけるんですよ。はい、これを目指していくんですよ、ということです。 さて、えー、で各回ごとに配られるテキストですね、先ほど目次のところでお話ししたように、原則として A パート、B パート、C パートという3つのパートによって構成されています。例外は、例外は令和2年本試験編です。令和2年本試験編。これはあの、A パート、B パート、C パートありません。だけど、それ以外はあ、通常 A パート、B パート、C パートによって構成されております。 じゃあ、A パートって何なのかっていうと、講義中に実施する予習のようなものです。必ずしも事前に予習をする必要はありませんが、各自で予習していただくと、より一層効果的ですよ、ということです。でまあ、予習ということでございますから、結局、今日こんなことやってきますよ、ということが A パートのところにぐっと凝縮されているということですね。はい。で、その A パートの予習。 ね、講義中に実施する予習だけれども、皆さん各自で予習しておいていただくとよりいいですよというその予習、A パートの予習を踏まえて B パートに入っていくわけです。で、B パートは本日のメインとなる書式問題です。講義時間中に実際に解いていただきます。まあ、ただ、あの、時間制限のある講義でございますから、 なかなか、あの、図面を作成する時間というのをね、バッチリ取るというのがちょっと難しいことが多いと思います。その点はあらかじめご要請ください。まあ、その、作図の時間は、まあ、さておき、まあ、原則として B パートでは書式問題を一問まるっと解く。まあ、そういうつもりで考えていただければ良いかなと思います。はい。そして、最後、C パートですね。C パート。C パートは原則として講義後に、 受験生の、受講生の皆様各自で取り組んでいただく復習でございます、えー。ただし内容によっては講義中に触れる場合もあるかもしれませんが、まあ、おそらく時間ギリギリになっちゃうと思うので、C パートにはなかなか触れるチャンスはないかと思います。まあ、あの C パートは原則として講義後に受講生の皆様各自で取り組んでいただく復習、しっかりやっていただければなと思います。よろしいですかね。はい。 まあ、というわけでございまして、講義の中では A パートと B パート、こちらをしっかりこなしていこうと。ただし、作図についてはなかなか時間が取れないと思いますよ、ということにしておきます。よろしいですかね。はい。で、えー、その下の行に続いていきますけれども、この A パート、B パート、C パートの3つのパートによって構成される予定ですよ。で、各パートは、書式問題の理想的な回答手順、講述する、読む、書く、 計算、作図という手順。これ後で説明しますけど、読む各計算、作図っていうのはこれも体に叩き込んでおかないといけないところです。後で説明します。ま、ともあれ、各パートは書式問題の理想的な回答手順を意識し、反復学習によって徐々に本試験レベルの問題にも対応できる知識及び技能が身につけられるように配慮して制作しました。はい。で、えー、テキストで出題する土地書式問題は、 過去の本試験問題及びレックオリジナルの問題の中から両問を厳選したものです。なお、本テキストに登場する過去問は現代的な解釈のもと改変している場合があります。あらかじめご了承ください。ということです。さあ、次のページいきます。はい、6ページですね。はい、スーパートックン講座、書式、土地、傾向品です。 はい。本講座のテキストおよび答案用紙、これはもう当然持ってきてください。それ以外、だらだらだらーと書いてあるのは、これは本試験の試験会場に持ってっていいものです。本試験の試験会場に持ってっていいものは全部用意しといてくださいよ。その上で、本講座のテキストと答案用紙用意しといてください。これが本講座の傾向品ということです。 で下の方に写真、写真ねえ、ちらっと載ってますけども、あの、レックオリジナル三角定規とか、製図用コンパス、分度器関数電卓、ここら辺はもう当然皆さん持ってらっしゃると思うんで、ここら辺はしっかり用意して講義に臨んでください。はい。でちなみにこのレックオリジナル三角定規ってちょっと去年あたりだったかなあの、仕様が変わってるっていうのはご存知ですかご存知ですか皆さん。 あの、レックのウェブページなんかにも、あの、こんな風になりましたっていうことが書いてあると思うんですけど、あの、レックのね、この定規の裏側にこう、なんかこうグレーの小っちゃな三角がこう書いてありますでしょこれグレーの三角、ちょっと太い感じの三角。これが一応滑り止めになるかなっていうことで、なんか作ったみたいです。このレックのね、若手の講師がちょっと作ったみたいなんですよね、これね。 あの、滑り止めが裏にちょっとついてますよという工夫がなされているものです。はい。仕様が変わっているのでね、もし古い三角定規をそのまま使っていらっしゃる方は、ちょっとこれ新しい方にね、買い替えてみるというのも、検討していただく価値があるんじゃないのかなと思います。はい。さて、えー、じゃあ次行きますね。7ページです。はい。ちょっと先ほど、お 回答の手順というお話をいたしましたよね。回答手順ですね。はい。読む、書く、計算、作図とはっていう話です。ね。読む、書く、計算、作図という手順で解いてくださいよというお話です。まあそうですよねっていう方はそれで OK なんですけれども、まあ大概の方が、あ読むの後が書くっていうところで、んってなるんじゃないのかなと思うんですけど、どうでしょうね。はい。 読む、書く、計算、作図なんです。私はこれをおすすめしています。はい。でも、まあ、結構な方が読むの後って計算じゃないんですかっていう方ね。そういう方ってそこそこいらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、皆さんはですね、中上級の方々でございます。初心者じゃないということですよね。初心者じゃないということからすると、やっぱり読むの後は書くなのかな。 と思いますなんでそうなのかっていうと、結局のところどうやったら合格,合格できるのという話に直結してくるんですよ。あの5ページのところなんかにもね、書いたんですけれども、くどいようですが、とにかく45分から55分で書けることを漏らさず全部書き、描けることを漏らさず全部描くために必要な知識の技能を身につける。とにかく合格したいんだったら書けることを漏らさず全部書き、描けることを漏らさず全部描いてくださいよということです。しかもですよ。しかも、 他の受験生よりも1点でも0.5点でも多く得点しなきゃいけないんです。そうしないとなかなか合格できないよ。はい。こういった観点で、えー、回答していくということを考えるならばですよ。やっぱり、読むの後は書くでなきゃいかんのですよ。読むの後は書くでなきゃいかんということです。はい。なぜか、ね。読むの後、計算をすることを考えてみてください。読むの後、計算と、やるとどうなるのかっていうと、はい。まあ、問題文を読みますわね。 読みますね、えー。その間、答案用紙は当然真っ白なまんまですよね。答案用紙は真っ白なまんま。そして、えー、読むが終わったら、やわら関数電卓を取り出して座標値を計算し始める。その関数電卓を叩いているしばらくの間は、答案用紙にはほとんど何も書けない状態が続くわけです、ね。そうすると、書けることを漏らさず全部書き、描けることを漏らさず全部描くんだ。しかも、他の受験生よりも1点でも0.5点,点でも多く得点するんだ。 いうことからすると、ちょっと外れる。読むの後、電卓叩いちゃうと、ちょっとそのスタンスから外れてしまうじゃないですか、ねえー。ということなんで、読むの後は書くということです。はい。皆さんは中上級なわけですから、問題文を読んだらですよ。問題文を読んだら、そこそこ申請すべき登機が何なのかっていうのはもう把握できてるはずなんですよね。例えば、今回は土地表題登機だよね。今回は分泌登機だよね。 ただ、まあ、分泌なんだけれども、分泌の前提として知域構成登記が必要かどうかっていうのはちょっとわかんないけれども、まあ、分泌系であることは間違いないな、ということがわかったりするわけですよね。それから、記述問題ですよね。記述問題なんかも、特段問題なく、ああ、こういうことを聞いてんだよね。例えば、あの、失敗について問うているとかね。まあ、あるいは、自己取得について聞かれてるんだということがわかれば、じゃあ書けるよね、ということになってくるわけなんで、まあ、ともかく。 読むの後は書くでなきゃいかんのだということです。ね、そうやって、えー、書けることをもらず全部書き描けることをもらず全部描くんだ。他の受験生よりも1点でも0.5点でも多く得点するんだということを実現していくわけでございます。はい。というわけで、えー、読む、書く、計算、そして、えー、作図という流れなんだということをしっかり押さえておいてください。はい。 あとは、まあ、読むについて簡単な説明、補足説明しておきますとですね、読むというものの定義は何かというと、問題文を読む必要な箇所にマーカーペンで線や記号を書き込み内容を把握する手順ですよ。これも、マーカーペンで線や記号を書くっていうのも、行き当たりばったりじゃなくて、ルールを決めておこうじゃないの。マーカーペンで線や記号を書くについても、行き当たりばったりで。 ある時はこうやったけど、その違う時は別なやり方でっていうんじゃなかなかうまくいかない。だったらマーカーペンで線や記号を書き込むのもやり方を決めようじゃないの。ルールを決めてやっていこうじゃないのっていうことです。そこら辺も講義の中で触れていきます。はい。それから重要なのは、誰から何について何を依頼されてるのかっていうことを把握しましょう。それから物理的現況や現状の権利関係もしっかり把握しましょう。 それから、急石解放。急石解放っていうのはあ、計算点の座標値の求め方ですよね。えー、例えば、放射点計算なのか、平行移動の座標変換なのかといったところですよね。そこら辺をしっかりイメージして、もう,こう問題文を読んだ段階で、今回はこういう急石解放が出たよねっていうことをざっくり把握しておく。まあ、そんなことまでやるのが読むでございます。よろしいですかね。はい。そして、読むが終わったら、あ早速、答案用紙に書けることは全部書いちゃおうじゃないのということです。 申請情報や記述問題や図面用紙の書く欄などのうち、問題文を読み終えた時点で回答可能な文字情報を漏らさず全部書き回答するんだ。はい。この段階でそこそこ点数積み上げることできるはずなんですよ。ですよね。登記の目的だ、添付情報だ。ねね、添付書類の欄だ。申請人の欄だ。ね、えー、土地の表示欄だって、所在とか地盤とか地目とかそこら辺は書けちゃったりするし、登記原因を帯その日付の欄だって結構書けるでしょ。 書けることはどん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 書いちゃいましょうよということですよ。ね。はい、えー。というわけでございまして、読むの後、いきなり計算しないようにしてくださいねということですね。はい。そして、えー、もうとにかく、答案用紙に書けることをどん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 書いていって、ああ、もうこれ以上さすがに書けないなというところまで来たら、そこまで来てようやく計算でございます。 えー、計算に行きますと、定義としては、電卓を操作して、計算点の座標値や実測面積及び変調を回答する手順でございますよ、ということです。はい。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、令和2年の本試験なんかでね、ちょっと記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれません。はい。この、正し書きのところです。ただし、計算点の座標値を求めることにこだわって、作図が間に合わなかった、ということのないようにしたい。 令和2年本試験で言えば G 点と H 点ですよ。G 点と H 点。ね。あれが、あれが長方形だということに気づいておればなという話なんですけれども、まあなかなかそういうひらめきを要するものってのはなかなかね、えー、そうそう、ひらめくとは限らないわけですよね。じゃあ、ひらめかなかったらどうするっていう対処をしっかりしとこうじゃないのということです。 まあそういうわけでございまして、えー、計算点の座標値を求めることにこだわる。令和2年、2年で言えば G 点と H 点の座標値を求めることにこだわる。ああ、どうやって出したらいいんだということで関数伝達を延々と叩きまくる。延々と叩きまくった挙句に時間切れ。えー、図面用紙を見たら図面は1ミリもかけていない。そんなことになったらやはり合格は厳しいわけですよ。なので、 計算についても当然、えー、計算できることはどんどん計算するんだけれども、計算点の座標値を求めることにこだわって作図が間に合わなかったでは合格できないので、ねえー、計算点の座標値についても求められないということは想定して、そのような場合にどう対処するのかということはやはり知っておこうじゃないかということです。はい。で、計算終わったら、あ作図ということですね。 はい。まあ、そこら辺も、どうすればいいのって話も、ちょこちょことしていこうかなと思っています。はい。で、作図についてはどうするかっていうと、都市所在図や知的測量図を作成し回答する作業でございます。で、えー、最後の2行のこの例えのところね。例え、計算点の座標値などを計算することができなかった時であっても、何が何でも作図できるようにしたいよね、ということです。 計算点の座標値を求められなくってもそこそこ作図っていうのはできちまうもんなんですよ。まあ、そういった訓練もやはりやっていこうぜというお話でございます。はい、えー、ここら辺についてはあ、ねえー、我々が長年にわたって培ってきた知識及び技能がございますから、本講座ではこれらを受講生の皆さんに漏らさず伝えていこうかなと思っております。さて、えー、次のページ行きましょう、はい。基本設定のところですね。はい。えー ああごめん。ちょっと飛んじゃった。えー、と、失礼。8ページでしたね。ごめんなさいね。8ページご覧ください。8ページです。はい。本講座で使用する関数電卓の紹介及び基本設定。まあ、歌詞の FXJP500。これ皆さん使ってると思うんで、これについての細かなあ設定、えー、説明とかね。これはさすがに省略をさせていただきます。 9ページなんかにね、えー、細かな説明ちょこちょこっと載ってますけど、これはもう皆さん分かってると思うんで割愛します。はい、10ページですね。10ページです。はい、基本設定です。本講座で使用する状態にする方法が書かれています。えー、この10ページの内容っていうのは結構大事なところでございますが、まあ、あの、計算特訓講座を受講した方ね、計算特訓講座を受講した方はこれはもう当然皆さん分かってると思います。はい、関数電卓ね、えー 買ってきたまんまじゃ、そのままじゃ使えないもんですからあ、設定が必要なんですよね。で、ここでは5つのステップで設定をしています。はい。括弧コ1、一番上に括弧1、電源入れます。で、括弧2、初期化をします。で、カッコ3、計算モードを設定します。基本計算モードなり、複素数計算モードなり、統計計算モードなり、これはもうご自分の好みであったり、必要に応じて計算モードを選べばいいわけですよね。 はい。そしてその後、カッコ4とカッコ5というふうに続いていきます。カッコ4、LINE 表示入出力、または LINE 表示入力、小数出力を指定してやりましょう。はい。そしてカッコ5、指数表示範囲設定2、ノームツ2いわゆる古桁表示を指定してやります。はい。ここまでやって、えー、設定終わりということになります。 はい、えー。じゃあ早速ですけどね、えー、関数電卓持ってらっしゃる方がほとんどだと思いますので、えー、関数電卓を使って基本設定やっていきましょう。よろしいですかはい。じゃあ私の関数電卓も出します。はい、えー。ちょっと画面引きますね。こんなところでいいかな。いはい。画面映ってますね。大丈夫ですね。 はい。じゃあ、この一番上のカッコ1の電源を入れるというところからやりますよ。電源入れてみましょう。右上のボタンを押してオンですね。はい。皆さんそれぞれの設定になっていると思いますけれども、ここで一旦初期化をしましょう。カッコ2、初期化でございます。はい。シフト q 3イコール AC と叩いて初期化をします。はい。シフト q 3イコール AC で初期化をします。つまり関数電卓を買った時の状態に一旦戻しましたよ。ということですね。 はい。そして次、括ッ3で、計算モードを設定します。基本計算モード、複素数計算モード、統計計算モード、皆さんの好みや必要に応じて選べばよい。まあ、今日は私は複素数計算モードを選び、選ぼうかなと思っておりますので、メニューの2ということで、複素数計算モードにいたします。はい。そして、括ッ4です。カッ4です。LINE 表示入出力、または LINE 表示入力、小数出力を指定となっていますよね。 で、まあ、多くの方が LINE 表示入出力の方を選んでるのかなということなんで、皆さんに合わせてシフトメニューの1の3というふうに操作をしておきます。まあ、人によっては LINE 表示入力、消臭出力の方がいいなという方は、シフトメニューの1の4、そういう方はそのようにしておいてください。はい、じゃあシフトメニューの1の3にしておきましょうね、今日はね。はい、シフトメニューの1の3で、えー、LINE 表示入出力を選びました。 で、えー、ここまでで設定終わりってしちゃってる講師も世の中にはいらっしゃるみたいですけど、あうちはね、レッカーもう一癖、えー、もう一手間かけておきましょう。はい、カッコ5ですね。指数表示範囲設定にノームツ、いわゆるフル桁表示にいたします。はい、シフトメニューの332です。シフトメニューの332というふうに叩きます。いいですかはい。シフトメニューの332ですね。 はい、これで、えー、設定終わりですで。きちんと設定できてるかどうかっていうのは、まあ、まず、あの、自分のね、好みの、モードになってるか、複素数計算モードだったら、I っていうふうになってるかなっていうのは確認しましょうよ。その上で、その上で、10÷10÷3333、えー。10÷3333 10 10っていうふうに計算してみてください。わっとやります。 で、この計算結果,結果がですよ。この計算結果が3333 33分の10とかという分数表示になってたりとか、はたまた、はたまた 3.00030003×10 のマイナス3乗なんていうふうな表示になっていたのならば、設定がちゃんとできていないということです。きちんと設定ができているなら00 0.0030003というふうになっているはずです。はい。こういうふうにしといてください。 はい、このテキストね、10ページの一連の操作をするとこんな風になります。このように設定しておいていただければと思います。はい、じゃあ今日の予定をね、ここで改めて確認をしておきましょう。はい、今ユニットの1番目で導入というお話をいたしました。で、この後ですね、休憩を挟みましてユニットの2番目。 A パートですね。A パートの読む、書く、計算といったところに入っていこうかなと思っております。はい、それではですね、休憩なさってください。はい、それでは続きをやっていきましょう。まずは今日の予定を確認します。 はい。先ほどユニットの1番目で導入のお話をしましたよね。で、今度はユニットの2番目です。はい。えー、ここでは A パートですね、えー。A パートの読む、書く、計算の練習を行っていきます。では、テキストですね、えー。開いていきましょう。はい。えっ、ー、と、テキスト第一分冊のですね、えー、12ページですね。12ページを開いてみてください。 はい。12ページです。はい。A パートです。今日の予習ですね。講義の中で実施する予習みたいなものですよってお話をしたやつですよね。はい。えー、まずはですね、えー、読むと書くについての予習をやっていきましょう。何かっていうと、書き文章を読んで申請書を完成させなさい。合格タイム6分00秒なんていうふうに書いてありますよね。はい。えー、問題文ですね、えー。1ページの半分ぐらいの分量ですかね。ざーっとこう書いてあるわけですよね。 はい、これ、レック、オリジナル問題からの抜粋なんですけれども、これ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 、ということで、これを読んでみていただいて、はい、申請書を完成させていただきます。で、完成すべき申請書っていうのがどこにあるのかというと、お隣の13ページです。申請書記載欄っていうのがございますよね。こちらの方に、はい、えー、申請書を完成させていただきます。もう、あの、空欄がね、いっぱい用意してあるところがあるんで、これ全部書けることを全部書いていただくと。 いうことでございます。よろしいでしょうか。はい。えー、とにかく、問題文を読んで申請書を書くと。まあ、そういう練習でございます。で、えー、時間は6分00秒ということでね、今から時間を6分測ってまいります。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、ちょっと画面ね、あの、一部の、画面の一部を切り替えます。 はい、今、あの、タイマーがね、表示されている、右肩のところにね、タイマーが表示されてるんじゃないかと思います。これであの、6分、うん、測ってまいります。はい、実際に6分で問題文を読んで申請書を完成させてください。よろしいでしょうかはい、それでは始めてください。どうぞ。 はい、あと1分切りました。 はい。時間になりました。お疲れ様でした。ではですね、答え合わせをしていきましょう。はい。えっ、ー、と、14ページのところにね、すぐ答えが出ております。あの、申請すべき登記はもう皆さん分かってらっしゃる通り、土地表題登記です。添付書類関係ご覧の通りですね。はい。そして申請にもご覧の通りということで、特段難しいことはないかと思います。 はい。土地の表示欄もこんな感じですね、えー。説問では予定地盤が与えられていませんから、地盤欄は空欄ということになります。な、ま、ぜ、あ、かわかりますよね。えー、地盤というのは登記所が不満するものですから、まあ、あのー、問題文の中で予定地盤が与えられていないんだったら、まあ、空欄にしておく、まあ。それが原則と思います。地目は経済地で、えー、地積は865平方メートル。陶記原因及びその日付は不詳という形になるかと思います。よろしいですかね。 はい。配電の、配電のね、敷地の一部ということですから、境内地で、地積は、こちら、境内地の表示方法ということになるわけでございます。よろしいですかね。はい、まあ、これは向いての通りということになります。で、あの、15ページからですね、ワンポイント解説ということで、まあ、簡単なね、解説が載っていますので、そこら辺は、あの、必要に応じて見ていただければと思います。はい、まあ、特段難しい内容ではないかなと思いますけどもね。 まあ、ともかくこうやってですね、あの、短い問題文を読んで申請書を完成させる。まあ、つまり読むと書くの練習ですよね。で、それについては16ページの一番下の3行、16ページの一番下の3行にこんな風に書いておきました。はい、このように短い文章を読んで申請書を作成する練習は、本試験において申請書を完成させる練習として極めて有効です。このような申請書を作成する練習で力をつけたい方は、 本講座と合わせて弊社の申請書マスター講座、こちらを受講してください。ということになります。はい、もうこの申請書マスター講座っていうのは、もうとにかくこの短い問題文を読んで申請書を完成させる、もうひたすらその練習でございますからね。非常に力がつく講座なのでね、ぜひそちらの方も合わせて受講していただくと良いかなと思います。さあ、じゃあ、今 A パートでですね、読むと書くの練習が終わりました。 読むと書くが終わったら今度は何かというと、計算です。計算です。では、17ページ行きましょう。17ページです。<laughs> はい、17ページ見ていただきますと、計算でございまして、座標値を計算して求めなさい。合格タイム2分30秒となっております。平成6年第16万からの抜粋で、F10 の座標値を計算して求めなさい。 F10 についての条件は問題文を読めば書いてあります。はい、こちらについて皆さんにこれから時間をですね、えー、2分30秒差し上げますので、えー、実際に関数電卓で、えー、解いてみていただければと思います。ちょっと画面タイマーにね、切り替えますのでお待ちください。はい、よろしいですかね。 はい、じゃあ、えー、皆さんが解いている間、私も一緒に関数電卓でね、えー、座標値求めてみようかなと思います。で私は複素数計算モードで、えー、解いてみますので、えー、興味のある方はね、そちらの方を見ていただければよろしいかなと思います。はい、それでは始めてください。どうぞ。 はい。お疲れ様でした。2分30秒経ちました。いかがだったでしょうか。まあ、典型的な直線上の点というね、えー、座標値の求め方の計算問題だったわけですよね。テキストの内容を確認していきます。はい。18ページですね。はい。えー、あの、これはもう計算特訓講座を受講してらっしゃる方は、もう簡単に解けたんじゃないかと思います。あの、直線上の点というやつですね。 はい。いわゆる座標計算の3点セット。こちらのね、起点の座標値と、起点から計算点までの距離と、起点から計算点への方向角。起点と距離と方向角。この3点セットで、計算点の座標値を求めていくという、最も典型的なタイプの計算問題だったわけですよね。はい。今回は、はい。A からの距離が5メートルである直線 AB 上の点。 F ですね。この座標値を求めるということです。まあ、この計算はね、もうさすがに皆さんできていなければいけません。もうこの段階でちょっと時間、時間内に解けないとかですね、あるいは解き方がわからないということであれば、この先ちょっと相当厳しいことになってしまいますので、えー、皆さんのレベルに応じて、例えば、計算特訓講座を先に受講するとかですね、あるいは、 ああ、もうあの、数学、相当苦手だという方は、リスタート講座からね、受講していただくということも考えていただくと良いのではないかなと思います。はい。じゃあ、一応ここら辺皆さんできているぞということを前提にお話の方はさせていただきますよ。よろしいですね。はい。で、テキストですね、18ページの中ほどからですね、旧積解放のイメージに沿った計算式なんていうのが書いてあります。 もう見ての通り、X 座標や Y 座標を別々に求めている式が載っています。これはもういわゆる基本計算モードの式というふうに考えていただければいいですよね。はい。でまあ、このように出題実績のある急積解法を練習しておくことは、土地科学調査試験に合格するためにとても有効な方法、学習法ですよ。えー、出題実績のある急積解法を重要度に応じて体系的に学習したい方は、弊社、計算特訓講座を受講してください。 さらに、基本からやりたい方はリスタート講座というのもございますからね。そこら辺も合わせて受講していただくと良いかなと思います。はい。そして18ページの下の方ですね。下の方6行、下から6行目ぐらいからですね。参考として複素数計算モードの操作例なんかも載せておきました。はい。参考として複素数計算モードの場合の操作例を掲載しておきます。 複素数計算モードの詳しい操作方法を知りたい方は、弊社計算特訓講座を受講してくださいということでね、基本的な操作法を書いておきました。あの、レックではもう2006年頃ですね。2006年頃も今から10 14年 ?14 年 ?15 年ぐらい前からも複素数計算モードの講義はずっとやってきております。 あの、土地格調査時の受験指導校の中で複素数計算モードを初めて取り上げたのはレックでございます。私でございます。もう十何年もやっておりますのでね、えー、数多くの合格者を輩出しておりますので、ぜひね、計算特区講座しっかり受講していただくと良いと思いますよ。はい。で、あの、19ページの方ね、こにまでずっと複素数計算モードの操作例なんかがあ載せてあります。はい。また後見ていただければと思います。 で、あの、さっき私がやった画面と同じようなものがここにね、載ってますよね。私の最後の画面、こんな風になってます。はい、F の座標値が106.7850866の106.2681341っていう、こんな風にね、F の X 座標と Y 座標が同時に求まって、しかもそれを F メモリにズバッと記憶させてますよ、ということがね、示されてるかと思います。さらにもうちょっと言うならば、この式ですね。 a たすごう a ですね。え、これは、先ほどの、イメージですね、えー。起点の座標値と距離と方向角その座標計算の3点セットを使って、F の座標値を求めているぞ。急接解放のイメージ通りの式を入力することによって、計算点の座標値が求まるよ。しかも、計算点の X 座標と Y 座標が同時に求まっているよ。しかも、 その X 座標と Y 座標が一つの F というメモリに記憶できているんだよということですよね。そこら辺を把握していただければと思います、えー。そしてですね。で、まあ今こうやって見ていただくと、まあ、F については座標値、波数がダラダラダラっと出たまんまで F メモリに記憶しちゃってますよね。まあ理想を言うならば、理想を言うならば F メモリに記憶する F の座標値は、 やっぱり波数処理した値を記憶させるのがありがたいですよね。え、積や変調計算まで一気に行くということを考えるならそれをやっとくべきでしょう。はい。つまり106.79の106.27っていう値にして F メモリーに数値を記憶させたい。はい。それができるのかはい、できるわけなんですよ。 はい。できるわけなんですけれども、そのす、これをスーパート訓クン講座でちょっと説明するには尺が足りないもんですからね。残念ながらそちらについてはあ、計算特訓講座を受講していただくことになります。はい。ここに書いてありますがね。実は関数電卓の機能を駆使すると、いきなり波数処理した座標値を F メモリに記憶させることもできます。いきなり波数処理した座標値を F メモリに記憶させる方法を知りたい方は、弊社計算特訓講座を受講してください。ということです。 はい。あの、最近ね、あの、ウェブの方で私が、ああ、書式の問題を解いている様子を、ウェブでね、あげたりもしています。そこでは、あの、いきなり波数処理した座標値をメモリに記憶させる様子なんかも見せていますのでね、そこら辺も参考にしていただければと思います。 はい。で、えー、複素数計算モードっていうのは、座標値を求めるのが非常に楽だよということはもちろんのことながら、検算も極めて有利に行います。検算してる様子なんかもね、載せておきましたので参考にしていただければと思います。さて、えー、じゃ続き行きましょう。はい。今度は21ページ開いてください。21ページです。はい。えー、もうちょい計算がございます。もうちょい計算があります。 はい、えっ、ー、と、21ページですね、えー。座標値を計算して求めなさい。合格タイム3分30秒となっております。で、引っ換点 D の座標値を計算して求めなさいよ。平成17年第21問からの抜粋です。D 点というのは見取り図の中でここにございます。で、情報、必要な情報を下の方に書かれておりますよ。ということでね、これで D 点の座標値計算して求めてみてください。皆さんに差し上げる時間は3分30秒ということになっております。 はい。では、皆さん準備の方はよろしいでしょうか皆さんに3分30秒時間を差し上げますのでね、D 点の座標値を計算して求めてみてください。私、この3分30秒の間でね、また複素数計算モードで座標値を計算する様子を皆さんにお見せします。はい。よろしいでしょうかでは、始めてください。どうぞ。 はい。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。はい。これはもう典型的なね、あの放射点計算というやつですよね。22ページの方に解き方が載っております。はい。急接回法のイメージですね。もう典型的な放射点計算ですよ。これも先ほどと同じように、起点の座標値と起点から計算点までの距離と起点から計算点への方向角座標計算の3点セットで解いていく、まあ、典型的な放射点計算の一つということになるわけです。 解き方については、特段難しいことはないと思うので、細かな説明は割愛させていただきます。はい。えー、まあ、あの、例によって22ページの下の方に載っておりますのは、これ、あの、基本計算モードの式ですね。基本計算モードの式でございます。はい。そして、23ページの方に行きますと、複素数計算モードの電卓の操作の例というものがね、載っております。はい。参考にしていただければと思います。 はい。よろしいですかね。はい。で、まあ、こうやってね、あのー、A パートのところで、今、直線上の点と放射点計算というものが出てきましたよね。で、これを A パートでやったということは、ここら辺の知識をしっかり抑えた上で、えー、B パートに臨んでいくと。 いうことです。まあ、要するにこれが出ますよというのがこの A パートの内容だということですよねで。ここら辺をしっかり押さえて確認をした上で B パートに臨むんだということになってくるわけでございます。はい、えー。よろしいでしょうか。はい。じゃあちょっと今日の予定のね、確認をしておきましょう。はい。今ユニットの2番目で A パートの読むと書くと計算の練習ですね。はい。読む書くについては、あ これで、えー、土地表大登記の申請書を皆さんに完成していただきました。それから計算については、直線上の点と放射点計算の確認をしたわけですよね。で、この後、休憩を挟んで、ユニットの3番目で、もうちょっとだけ A パートの練習を続けていただきます。そこでは、計算の続きと、作図についての説明、そこら辺を行っていくということにしております。 はい、よろしいでしょうか。それではですね、ちょっと休憩をしてください。はい、それでは続きをやっていきましょう。まずは今日の予定を確認しますね。はい、先ほどのユニットの2のところで A パートの読むと書くと計算の練習をやったわけですよね。 で、今度はユニットの3番目でその続きです。同じく A パートの計算と作図についてですね。そこら辺をやっていきます。ではテキストですね。はい、テキストを先ほどから使っている第一文冊の今度は25ページ開いてください。25ページです。はい、よろしいでしょうか。25ページです。 はい。計算の続きでございましてね。えー、今度は面積及び引っかい転換の距離を計算して求めなさいという問題です。合格タイムは6分というふうに設定されています。はい。で、皆さんがやるべきことは、まずとにかく、えー、ABCDEFA で囲まれた土地の実測面積ですね。それから引っかい転換の距離。えー、これを計算していただきます。 で、ひっかいてんの距離については、この下に載ってます、調査素図に直接書き込む。鉛筆で構わないですから、例えば AB の距離が何メートルって分かったら、ここに何メートルというふうに書き込む。まあ、そんな形で結構ですから、やってみてください。えー、実測値についてはね、もう、タクとして、処理してくださいよっていうふうに書かれています。ネタは、平成27年第21問からの抜粋ということになります。 はい。それではこれからですね、時間を6分測ってまいりますので、こちらですね、テキスト25ページの問題を解いてみてください。よろしいでしょうかでは始めてください。どうぞ。 ああすいません。言い忘れましたけれども、あの、複素数計算モードでないと多分間に合わないと思いますのでね、複素数計算モードで解くようにしてください。で、あの、私もね、あの、複素数計算モードで計算する様子を画面の中で実演してみますね。 はい。時間になりました。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。はい。あの、座標法による面積計算や変調計算。まあ、これはもう、まさに複素数計算モードで、えー、やるのがね、最適かと思いますので、まだそこら辺ちょっと試してない方は、ぜひ試していただければなと思います。はい。えっ、ー、と、もう、計算そのものについては特段、あのもう、普通にね、あの座標法による面積計算と変調計算ですから、何も言うことはありません。急積表とかね、 え、変調の計算結果なんかは、全部26ページの方に書いておきましたから、こちらを見ていただければわかるかと思います。はい。で、あの、27ページの方にね、複素数計算モードの操作例なんかも載せておきましたので、まあ、あの、確認したい方は、こちらを見ていただければと思います。で、あの、複素数計算モードでちょっと、これ見てもなんだかわかんないっていう方は、ぜひね、計算特訓講座を受けていただければよろしいかと思います。 はい。えー、と、それからですね、あの、っ転っの変調の計算の仕方ですね。えー、と、下の方、27ページの下の方に、引っい転いの距離を計算するということで、ま、ABS 関数というものを使ってね、えー、変調を求めている様子が書いてあるかと思います。<laughs> ま、これは一般的なやり方なんですけれども、ABS 関数を使って AB 間の距離を求めるとこんな風になるということなんですよね。あの、変調って、あの、残り時間が少ないところでバーッとやらなきゃいけないっていうことからすると、実はこの ABS 関数を使って59.0160995っていう答えが得られるって、これ2つの、つのね、不満点があるんですよ。何かっていうと、 変調計算するたびに、1111ABS 関数を呼ばなきゃいけないの、ちょっとめんどくさいんですけど、ということが一つと、それから変調ですね。えー、通常、小数、小数第3位を試写購入して、小数第2位までっていうことになってるんだけれども、あのー、特段処置をしなければ、まあ、こうやって、えー、自分の頭の中で、えー、試写購入をしなきゃいけない。それも正直めんどくさいよね、ということになる。 ということになると、おまあ、そんな話をするということは、もっと楽な方法があるということなんですよね。はい。まあ、関数電卓の設定をちょっといじってやることによって、いちいち ABS 関数を呼び出さなくても、変調が求まります。はい。えー、言ってしまえば、B-A、例えば B-A って計算すると、AB 間の距離が求まっちゃうっていうやり方があるんです。 それから、関数電卓の設定をやっぱりちょっといじってやると 59.、59.0160995じゃなくて、59.02っていうふうにね、59.02っていうふうに、試者誤入した計算結果が得られるということです。関数電卓の設定をちょっといじってやることによって、座標値の引き算をするだけで、試者誤入した変調が得られる方法があるんだよということなんですね。 まあそこら辺については、計算特訓講座の方で説明しています。まあ、関数電卓の設定をちょっといじ,いじってやるとかね、そういった知識が必要になってくるもんですから、まあ、そこら辺については、計算特訓講座の方でやらないとちょっと厳しいもんですから、その操作法については、計算特訓講座に載ってますからね。あの受講してそこら辺すっ飛ばしちゃったなという方も、ぜひそこら辺参考にしていただくと良いかなと思います。はい。 それでは次ですね、28ページいきます。28ページです。計算についてはここまでです。計算についてはここまでといたしまして、28ページ、今度は何が載ってるのかっていうと、サクズの練習です。サクズの練習です。はい、テン図面を別紙練習用紙、その1に作成しなさいよというふうになっておりまして、合格タイム12分ということなんです。 本来ならですね、あの皆さんにここで12分時間を差し上げて、作図してくださいよというふうに申し上げたいんですが、いかんせん時間が限られた講座でございますので、まあこの12分ちょっと取ることが今日は難しいです。まあ多分今後もなかなかあの作図の時間というのをたっぷり取るっていうのが難しいかなと思いますんで、まあ今日そこら辺のね、作図の仕方についての説明を中心にお話をさせていただこうかと思います。 でまずは、この A パートの作図の問題ってどんな風になってるのかということをね、簡単に説明をします。はい。これは、あの、レックの2019スタンダードトレン第1回の第11問からの抜粋でございまして、皆さんが作図すべきは右、向かって右側の大津土地でございます。はい。CDEFG で囲まれたこの土地なんですねえ。これを作図してくださいよということです。 で、土地用代統記は添付書類でございまして、下の方にいろいろ書いてございますけれども、結局のところ、地、え、ぇ、ー、知識測量図については500分の1で作成するのが妥当だよ、えー、とかね、あるいは、金棒類似の不動産登記を14条1項の地図の縮尺は500分の1だよ、ということが示されていて、結局のところ、皆さんが作,作成する図面というのは、 土地所在図兼地的測量図ですよ。その縮尺は500分の1ですよ。なんて、こんなふうに指定してあるわけですよ。はい。で、境界表の種類とかね、えー、所在とか、地目とか、まあ、ゴラゴラごらといろいろ書いてございます。えー、そして、えー、もう、偏調はですね、偏調はこの調査図素図のところにすでに書き込んでありますから、これを使うということなんですよね。 で、まあ、これを使って実際に作図する。本番と同じように作図をする。作図に対しては12分で仕上げてくださいよと。まあ、こういうことなんですよね。はい。で、作図の仕方についてはですね、えー まあ29ページの方にまだちょっと情報載ってましたね。基本三角点等の座標値とか、非回転の座標値なんかもこう全部載ってますから。まあ、これを見れば作図ができるという状態になっいるということです。で、答えも30ページから載ってます。30ページから答えが載っておりまして、えー、31ページのところにね、縮尺500分の1で作成した土地所在付けに知的測量図が載っております。こんな形になろうかと思います。はい。 で、作図の仕方なんですけれども、はい。作図の仕方なんですけれども、えっ、ー、と、こちらの32ページからですね、えー、作図手順概要というのが示されております。で、そこら辺についても、まあ、あの、説明をするんですけれども、その前にですね、ちょっとページ飛んでいただいて恐縮なんですけど、35ページ見ていただいてよろしいですか ?35 ページです。はい。35ページ開いてください。基本アドバイス。 ですね。基本アドバイスってなってます。はい。で、あの、三角定規、まず、まず、丸1、三角定規の組み合わせ方、なんてことが書いてあります。まあ、あの、もうちょっと詳しいのが、この、次のページに載ってるんで、ここは一旦割愛をしましてですね。はい、えっ、ー、と、丸2、固定定規の固定法です。あの、皆さん、二つの三角定規を組み合わせて、え、作図をなさいますよね。 その場合にですね、片方の定規を固定して、もう一方の、他方の定規、もうちょっと言い直しますと、一方の定規を固定して、他方の定規をスライドさせて作図をするというやり方を皆さんとってるわけですよね。まあ、そんなわけで、35ページの上の方に、向かって左側に固定定規、向かって右側にスライド定規なんて書いてあるわけです。で固定定規はピタッと固定してほしいし、 スライド定規はスイスイとスライドしてほしいわけですよね。はい。だけども皆さん、あの、初心者の頃経験あると思うんですけれども、まあ、固定定規ですね。これを抑えるわけですけれども、あの、買ってきただけの、買ってきただけの三角定規だと意外とツルツル滑っちゃってね。この固定定規を固定させたいんだけど、だんだん手も痺れてきてですね、しまいには固定定定規がぐにっとずれてしまう。 で、それに気づけばまだしも、それに気づかないで、作図を続けてしまうと、いつの間にか図が歪んじゃうみたいなね、経験ってのは誰でもあるかなと思うんですよ。となると、作図をスムーズになおかつ、正確に行うためには、固定定規をいかにしっかり固定させるか、そしてスライド定規をいかにスムーズにスライドさせるかということが、まあ、重要になってくるわけですよね。まあ、そんなのは皆さん誰でもご存知だと思います。 で、えー、それでこの丸2のところになっていくるわけです。丸2、固定定規の固定法でございます。はい。固定定規を確実に固定するための方法はいくつかありますよ。レックオリジナル三角定規にはもともと裏面に滑り止め加工がなされている。これあの、新しい方ね。新しい方。ちょっと新しい方法を今あ、画面にお見せしましょうか。この机の上じゃちょっとわかりづらいかな。 こ紙ですね。紙の上にちょっと置いてみますね。はい。えこれが新しいタイプ。見やすいとは言えないね。じゃちょっとこう、あの、滑り止めの部分を見せるために、一旦ちょっとこれ、えー、机の上に置いてみます。はい、ちょっと照明なんかが若干映り込んで申し訳ないですけどね。こんな感じになっておりまして。はい、いいですか。この三角定規の、この内側に、このなんかちょっとこう、若干曇り、曇ってるようなところがございますよね。 ここに実は滑り止め加工がしてあるんで、これ、あの、理想的な話をするならば、これを、こうやってパッと押してね、こう押さえる。押さえるだけで、まあ、ある程度止まってくれるっていうことを、まあ、期待して、えー、滑り止め加工を施しているんだそうです。うちの若手の講師がね、ちょっと考えてくれたものなんで、あのー、これがうまく使いこなせるなら、ぜひそうやって使い,使いこなしてほしいなと思います。 で、えっ、ー、と、ただまあこれも力の入れようによってはツルンといっちゃうなっていう人も、ひょっとすると中にはいらっしゃるかもしれないので、えー、もう本当に固定定規は確実に固定したいんですけどっていう方のためのお話をちょっとさせていただきますと、また35ページに戻りますと。35ページに戻ります。 はい、ええー、ま、もとも、あの、この、その他っていうところですね。35ページの中ほどぐらいですかね。その他、下記に示すような両面テープ方式もあるので紹介しておくっていうことです。はい、2枚の三角定規の表面にのみ、ここ大事なんです。2枚の三角定規の表面にのみ、えー、下の図のように、幅0.5センチ、長さ10センチ程度の両面テープを貼り、剥離紙を剥がして粘着面を露出させるんです。 裏面には何も貼らない。ですね。三角定規2枚セットで売ってますよね。その2枚セットの2枚ともです。2枚とも表のですね、この、私はこの長辺に平行に貼るのが、私は好きなんですけれども、この長辺からちょっと内側に入ったところ、メモリをね、メモリが見えなくならないようなちょうどいいところに、はい。 幅0.5センチ、長さ10センチ程度の両面テープ。文、文具屋さんに売ってる普通の両面テープです。で、これを貼ってですね。貼って、で、薄力紙剥がしちゃうんです。薄力紙剥がしちゃいます。そうすると、粘着面が三角定規の表面,表面に露出するわけです。粘着面の表面にだけ露出する。裏面は何もやってません。裏面何もやってません。 でですね、この粘着面って相当粘着力があるもんですから、えー、両面テープの粘着力を弱めるために粘着面を布で叩く。まあ、自分で着てる服でも何でも構いませんから、あの、要するに粘着面に糸くずちょっとつけましょうよ。糸くずちょっとつけて、えー、粘着力を弱めましょうということです。はい。これだけ。たったこれだけです。で、使い方です。使い方ですけれども、 固定定規とする三角定規は裏返し、スライド定規とする三角定規は表のまま使うんです。いいですかあの、私が今持ってるのをね、皆さんにお見せしますと、これ、紙ですよ。これはただの紙ですよ。はい、この紙の上に三角定規を置きますよ。はい。 えーとー、今これ表面。二つの三角定規。どちらも表を向いてますよね。レックっていう字が正しく読めるようになってるかと思います。うん、で、この長辺に平行に両面テープを貼って、薄力紙を剥がしております。ちょっと使ったんで、若干めくれてるとこあるんです。あるし、ちょっと汚れてるんで申し訳ないですけど。で、この、その、そのままだとものすごく粘着力が強いので、あのー、案用紙破っちゃうんですよね、姉まいだねで。そんなことが起きないように、この布で。 布でペン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 で叩いてやって糸くずをつけるわけです。そうすると、まあ、ちょうど良い頃合いっていうのがあるんです。ちょうど良い,い頃合いっていうのがあって、まあ、こんなもんかなっていうところがあるんで、そこら辺ちょっと自分で練習してほしいんですけれども、まあ、ちょうど良い,い頃合いになったらですね、早速使ってみるわけです。で、今回のように、500分の1の縮尺で土地所在図け地積測量図を作成するっていうと、はい。 この長辺の縮尺。長辺の縮尺が500分の1になっている三角定規。これ固定定規として使います。この固定定規として使う方を裏返すんです。裏返す。くるりっと裏返します。裏返すということはつまり、両面テープの粘着面が紙の方を向くってことです。両面テープの粘着面が紙の方を向く状態にするんです。そうすると、こうポッと置いてですね、軽くスッと押さえるだけで、まあくっつくわけですよね。 で粘着力が強すぎると、当案用紙破っちゃうんで、えー、粘着力を落とす。粘着力を落としてあると、まあ、軽く押すだけでこうやってくっつくし、まあ、ちょっと慎重にやればパッと剥がれる。で、ずっと押すと、まあ、くっつく。で、ペラッとやると剥がれるということですね。これで、えー、非常に弱い力で固定定規をがっつり紙に固定させれることができるわけです。そしてスライド定規ですね。 スライド定規の方は表のまんま使います。表のまんま使ってるわけだから両面テープは表を向いてるのでそのまま自由にスライドさせることができるというわけでございます。まあ、こんな風に使ってみたらいかがでしょうということです。で実はこういう風に使うと、こういう風に使うと、これ裏返しになってるでしょあの固定定規裏返しになってるでしょ裏返しになってるちょっと嫌だなっていう人もいるんだけど、実は レックの三角定規にはこうメモリが打ってありますよね。ゼロそして、えー、数値が打ってあります。0、10、20、30。こうやって裏返しで使うと、実は数字も下の方から上の方に向かって大きく並ぶんですよ。0、10、20、30、40、50って並んでくれるんで、えー、なんとなく気持ちよく使える。で、えー、あのー、固定定規ね。固定定定規の方のメモリの数値が下の方から上の方に。裏返しておくと、下から上に向かって大きくなっていく。 でスライド定規は大手のままそのまま使えますから、スライド定規のメモリーは左から右に向かって普通通り大きくなってる。まあ、そういうことで、えー、実は意外と使いやすいということなんです。まあ、これももう,もう 10, 10年以上こんなことを私ご指導させていただいて、結構皆さんこれで使っていただいてるんでね、まあ、ぜひ参考にしていただければなと思います。 はい、えー。というわけでございまして、固定定規の固定の仕方ということで、今、両面テープ方式っていうのをお話しさせていただいたわけでございます。はい。えー、あの、もちろんこの、ね、あの、レックの新しい三角定規、せっかくあの、滑り止めがついてるんで、それをうまく使えるよっていう方は、ぜひそれを使っていただいても全然構いません。はい。 はい。というわけでございまして、その話を、両面テープ方式の話をしたら、ちょっと戻し、話を戻しまして、32ページでございます。はい。32ページ見てください。はい。そんなこんなで、えー、固定定規とスライド定規、こんな風に置きますよ。両面テープ方式だったら固定定規が裏返しになってて、スライド定規は表のまんまってことですよね。こんな風に定規を使っていくんだよというお話でした。 さて、じゃあこの32ページのお話、もうちょっと最初の方からいたしましょう。はい、参考、作図手順概要でございます。手順1、準備をする。この準備を怠ると結構ロスが大きくなりますから、かちゃんとこの準備をする。はい。丸1、図面用紙に記載すべき文字情報。本物の場合、土地所在図近、地的測量図とか、所在欄とか、境界表の種類の表示とか、単位メートルとか、縮尺とか、あらかじめ全て記載しておいてくださいよ、ということです。で丸二。 筆っかい転換の距離はあらかじめすべて計算し、調査図素図に記載しておく。本文の場合は筆っかい転換の距離は調査図素図に記載済みなので計算する必要性はない。はい。そして、えさんです。X 座標値及び Y 座標値の範囲を把握しておく、ね。座標値一覧表が載ってますから、それを見ながらですね、X 座標値と Y 座標値の範囲を把握しておく。本文であれば X 座標値は250から290の範囲。まあ大体40メートルぐらい。 ワイタ表値は 500, 500メートルから550メートル。だいたい50メートルくらいの範囲があるよ。ということです。あ、これぐらいなんだな。ということを把握して、えー、そして、えー、定規を配置していくわけでございます。ね、ちゃんと X 軸方向を40メートル確保できるよね。 10,20,30,40メ、えートル確保できるよね。Y 軸方向は10,20,30,40,50メートル確保できるよね。っていうことを確認して定規を配置していくわけですよ。ですね。で、固定定規は両面テープ方式だったら裏返し、えー、スライド定規はあそのまま表のままで OK ということです。はい。そして、定規をうまいこと配置したら、X 軸と Y 軸とメモリを書いてあるわけですね。はい。X 軸、Y 軸メモリでございます。 ま、さらっと言ってますけど、X 軸は当然ここになりますよね。で、下の方から250、60、70、80、290となってくるわけですで。Y 軸。Y 軸。Y 軸は作図範囲の上に書いてくださいね。Y 軸は作図範囲の上に書くこと。 たまに下の方に、X、Y 軸、あの、Y 軸ですよ。Y 軸ね、えー。たまに Y 軸を作図範囲の下の方に書いてらっしゃる方がいるんだけれども、下の方に書いた Y 軸っていうのは、スライド定規や自分の右手で隠れてて見えなくなっちゃうでしょ。だからこんなところにメモリ、Y 軸とかメモリ書いても意味がないので、作図範囲の上に Y 軸とメモリを書くようにしてください。いいですね。はい。えー、そして、えー、33ページの方に行きます。 各点、ポロッとしてやってください。もう、これはもう、ポロッとの仕方はもう言うまでもないでしょうね。見ての通りです。はい。で、ポロッとしますよ。ね、えー、CDEFG、それから基本三角点の2点、こうやってポロッとしてやります。えー、そして、えー、ポロッとしたらですね、三角定規または三角スケールで、各非回転換の距離を読み取って、えー、調査図に記入してある非回転換の距離と一致するかな、ということをちゃんと確認するようにしてください。 どうやって距離を測ればいいんですかって、それはもうこうやって、ちゃんと上下を当てるわけ。あの、このテキストの図はちっちゃくなってるんで、えーあのまあ、雰囲気だけお見せしますと、実際にこうやって、あの、C 点と D 点をこうやってプロットしたら、こうやって上、あの、下をこうやって当ててやるんです。あの、全部の点プロットしてからですよ。全部の点プロットしてから、こうやって CD などこういううにこうやって三角定規なり三角スケールを当ててやって、何メートルかなって言って読み取ってやるわけですよ。 で、あのー、この問題だと CD 間の距離って37.22メートルのはずなんで、読み取った数字と、実際に CD, CD 間の距離37.22メートルがほぼほぼ一致してるかなっていうことを確認する。CD だけじゃなくて、例えば DE だったら23.47メートルになってるかなっていうことをこうやって、実際に自分でプロットしたものをこうやって測って確認をしていくわけです。これ結構大きい。 いいんですよ。これ結構ミスが見つかります。まあ、私の個人的な経験ですけれども、だいたいメモリー、二メモリーぐらい、三角定規のメモリー、二メモリーぐらいずれていたら、ちょっとプロットミスを疑った方がいいかなという感じでございます。まあ、そうやって変調でプロットチェックをするっていうのはかなり有効なので、ぜひ活用してみていただければと思います。はい。そして34ページ。はい。ひ線などを描いて、必要事項を書いて、 ペンで完成させて終わりということでございます。まあ、こんな風に作除してみたらいかがでしょうかというお話でした。はい。で、35ページから先ほどのね、あのー、両面テープ方式なんかの説明が載ってます。で36ページのところに今一つ、今一つ載せてまいります。両面テープ方式の場合の定規の組み合わせ方っていうのをね、3種類載せておきましたので、これも合わせて参考にしてください。いいですか えー、土地所在図や地域測量図や各界平面図を250分の1の縮尺で作成する場合、こっち側が固定定規で裏返し、こっち側がスライド定規で表のまんまで使いましょうって書いてあります。はい、それから真ん中の図。土地所在図、地域測量図、各界平面図を500分の1の縮尺で作成するんであれば、はい、向かって左側が固定定規裏返して使用しましょう。向かって右側、スライド定規で表のまま使用しましょう。こうすると便利です。 それから一番下ですね。建物図面を500分の1の縮尺で作成しますよっていった場合。はい。ちょっと定規の組み合わせ方変わるわけですよね。三角定規の長辺と長辺ですね。斜辺と言ってもいいですね。斜辺同士が擦れ,擦れ合わさるように組み合わせておきます。で、左下に置く方が固定定規なので、こちらの方を裏返し、そして右上の方がスライド定規で表のまま使っていきますよ。はい。こうするとスムーズに作図ができますよ。 いうことになっております。はい、よろしいでしょうか。まあ、こんな感じになっております。作図については、ちょっと説明だけということになってしまいましたがけれどもね、あの、皆さん必ず12分時間をとって、作図をチャレンジしてみていただければと思います。よろしいでしょうか。じゃあ、今日の予定確認しときましょう。 はい。今ですね、ユニットの3番目で A パートの計算ですね、面積と変調計算、そして作図については説明を行ったということになります。でこの後、休憩を挟んでですね、ユニットの4番目でいよいよ B パートの読むと書くの方に進んでいきます。はい。それでは休憩なさってください。